皆さんこんにちは。今回のご紹介なんですけれども、当チャンネルでも何度も出てきておりますこちらのカーティービーメイト、今回はこれはプロという製品になるんですが、これを使って久しぶりの内容になるんですけれども、まあ、こちら見覚えのある方も多いかと思うんですけれども、これアップルのライトニングケーブルなんですけれども、これ HDMI がついておりまして、まあ、HDMI の入力端子がついている車でしたらミラーリングをすることができると、まあ、いうことなわけなんですけれども、このカーティービーメイトを使うことによって、まあ、ここに HDMI の入力端子がありますので、まあ、ミラーリングをするということが可能になります。で、今回はこのカーティービーメイトプロを使ってミラーリングの使用例ということで、一番身近で一番安く動画が、まあ、見れる手法というのがミラーリングとなりますので、その使用例で皆様にカーティービーメイトプロのレビューをしていきたいと思いますので、興味のある方は最後までご覧になっていただけたらと思います。まずつなぎ方の例ということでご紹介していくんですけれども、以前もご紹介してるんで前後しますけれども、今これオッドキャストの P3 ライトをつないでおるんですけれども、これをですね外す必要があります。これがナビと直結しております USB ポートなんですけれども、こちらの方に先ほどのカーティービーメイトプロを取り付けていきます。はい、このようにもう接続するだけと、まあ、いうことになります。そうしますとこちらパイロットランプが今点滅しておるんですけれども、これで使えるようになるということになります。で、こちらの方なんですけれども HDMI の端子がありますので、まあ、ここにケーブルをつないでいくということになります。で、今こちらケーブルなんですが、ケーブルを接続して、で、またこちらライトニングですね、接続をして、で、あとは携帯に接続をすることによってミラーリングができるということになりますので、実際に接続したものをディスプレイ上でご確認をしていただきたいなと思います。で、今これ繋いだ後はこういった画面というのが出てきます。で、今携帯の方を繋ぎました。で、この HDMI というところをタップしますと、このように携帯の画面が出てきます。で、これ当たり前のように思われがちかもしれないんですけれども、 HDMI の入力端子がついている車でないとこのようにミラーリングの機能っていうのはつかないので、 HDMI 入力によって画面を出力するっていうことができないです。特に純正になりますと上級グレードのものでないと HDMI 入力端子っていうのはつかないので、まあ、ミラーリングができない。で、車外のものに関しましては無線でミラーリングができるものも最近あります。有線のカープレイ対応のナビでしたら、ポッドキャストのカーティービーメイトプロをつなげることによって HDMI の入力端子が増設できるので、このようにミラーリングができるという非常に優れものになっていると、まあ、いうことになります。じゃあこのミラーリングすることによって何ができるのかっていうところをご紹介していきます。まず定番ですけども、まあ、YouTube が見れるということになります。 YouTube の方なんですけれども流していくんですが、で、これミラーリングするときなんですけれども、通常でしたら携帯の 4G を使って、まあ、ここに出力するっていうことになるわけなんですけれども、以前ご紹介しましたポッドキャストの P3 ライトっていうのを使いますとですね、まあ、ここのところなんですけれども、なんと P3 ライト今給電ケーブルで電源つないでるだけなんですけれども、 AI ボックス Wi-Fi が使えるようになっております。これすごく便利なところかなと思います。映像を映し出してなくても給電させてるだけでこういうふうに AI ボックスを使うことができて、 AI ボックス上の Wi-Fi という機能が使えますので、携帯もなんとこれ Wi-Fi を使って、まあ、ミラーリングをすると、まあ、いうことができるというところですね。そこも非常にね、優れてるポイントなんではないかなと思います。まあ、それによってギガの容量を特に気にする必要なく安心して、まあ、YouTube が見れるという点については、まあ、非常にですね魅力的なポイントになってくるんじゃないかなと思います。で、これも先日ご紹介したやつなんですけれども、オッドキャストの P3 ライト自体はクラウドSIMというものがついておりまして、ポケット Wi-Fi とか SIM とかは使わなくても AI ボックスを買えば
すぐにネットにつなげることっていうのができるんですけれども、ただね、こういうものを使うと価格が高いっていうのがあります。まあそういった時に便利なのが、まあこの動画でもご紹介してるんですけれども、このレンシムというものになってまして、100GB2980円ということで、まあ結構車の中で動画を見たりするという方にとっては、おそらく間違いなくこちらの製品というのは非常にコスパの高いものになってくるんじゃないかと思いますので、まあ動画の方でもご紹介しているので、まあこういうものを使うことによってミラーリングの時でも携帯とポッドキャストの P3 とテザリングによってつなげて、カー TV メイトプロを使って、まあ、ミラーリングをして、まあ、動画を見たりすると、まあ、いうこともできると、まあ、いうことになります。まあ、そもそも YouTube を見るという場合なんでしたら、もう P3 でいいんですけれども、まあ、それ以外の、例えばこういうファイル上の動画を、まあ、見たいという方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういった時にはこういった HDMI を使って動画の視聴をすると、まあ、いうこともできるかと思いますので、いろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。で、ミラーリングで一番気になるところというのは何かと言いますと、こういったプライムビデオを使う際に、映画の視聴というのができるのかっていうところですよね。そこちょっと気になるところだと思いますので、実際に確認をしてみようと思います。まあ、例えばこのジョン・ウィックなんですけども、これを再生してみようと思います。はい。これ今現状は、映ってるんですけれども、まあ、途中でね、やっぱりね、止まってしまうっていう状況にちょっとなってしまいます。もう一回検証してみようと思うんですけど、プライムビデオで、ジョンウィックの動画を再生してみ、映画を再生してみたいと思います。はい、このようにですね、お客様のデバイスは HDCP コンテンツ保護基準を満たしていないため、このビデオを再生できませんってね、出てきてしまうんですよね、やっぱり。なので、これミラーリングって、このプライムビデオだけじゃなくて、ネットフリックス等もあったりすると思うんですけれども、やっぱりね、見ることがね、できないって思った方がいいかと思います。まあ過去にはですね、プライムビデオ等もミラーリングで見れたんですけれども、iPhone のですね、バージョンによって、まあ、ここのところなんですけども、この iOS って定期的に変わっていくじゃないですか。今までは HDCP の影響を受けてなくて、プライムビデオが見れてたんだけれども、iOS を更新したら見れなくなっちゃったっていうことっていうのがね、あるんですよね。で、もう最近はもう iOS18 以降になってからは、HDCP が働いてしまって、プライムビデオが見れないということがもうあるので、もう、ミラーリングで何かを見たいという場合に関しましては、もうこういったフリーの YouTube を見たりとか、あとはこういう動画ですよね。携帯の中に入れてる動画を再生して見たい。まあそういった場合で、まあ使うという意味においては非常にうってつけなんですけれども、サブスクで映画を視聴するということにおいてはちょっとね、向いてないかなっていうふうに思います。まあそういった場合は、こちらですね。やはり、オッドキャストのこの P3 ライトっていうのが、やはりね、非常におすすめできるかなと思います。この AI ボックス上でしたら、もう確実に HDCP の問題っていうのはありません。この画面1台だけでの再生になりますので、著作権信号が働くっていうことっていうのはないので、ネットを使ってる感覚で同じように見れてしまいますので、何かが見れないということはないと、まあ、いうことになります。で、最近このオッドキャストの P3 ライトもですね、ちょっとデザインが変わりましたよね。今までの P3 とちょっとデザインが変わってる。で、私のやつは今までの P3 のデザインと同じものになってるんですけれども、まあ、新しくなって登場してきてるということもありますので、確実にネット上で何かを視聴したいという場合においては、やはり AI ボックスが一番重宝すると、まあ、いうことになります。はい。で、最後なんですけども、このカープレイ、まあもちろん使えるようにもなっておりまして、これ今は繋いでないので、繋げるんですけれども、ポッドキャストになっておりますので、特に繋げる際に、繋ぎ方がよくわからないといったようなことっていうのも少ないかと思います。今、繋いでいきたいと思うんですけれども。で、その場合はですね、この携帯見ていただいて、この下のところを一番最初繋ぐときって一番下にこのような形で、Bluetooth の名前が出てきますんで、まあ、ここをタップしていただくってことですね。で、ペアリングっていうのが始まりますから、で、許可。は
はい。そうしますとね、あっという間に繋がったのがお分かりいただけると思うんですけれども、まあ、このようにですね、カープレイも使えてしまうと。カープレイと言いましたらやはりナビですよね。こうやってナビを使いながら、ナビをしながら、HDMI の。で、ちゃんとナビゲーションとしての音声も。まあ、いうこともできますので、携帯の中に、まあ、動画を保存されていて、移動しているときは、ナビ上の画面で、まあ、見たいと。まあ、いう方にとってはですね、非常にうってつけの製品だなと思います。今回は、まあ、ミラーリングに特化してご紹介をさせていただいたんですけれども、このカー TV メイトプロというのは、使い方がいろいろあります。当チャンネルでは、地デジチューナーをね、繋いだ場合でのカー TV メイトのプロのご紹介もさせていただいておりますので、まあ、動画の方を上げておりますので、いろんな使い方ができると思いますので、まあ、ぜひ、参考にしていただけたらと思います。で、こちらの製品の詳細に関しましては、概要欄の方に貼ってございますので、まあ、ぜひ、興味のある方は一度ご覧になっていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。